可愛いのは自分だけ。悲しいけど本音だぜ。金金金、俺の人生いつまで経っても変わらねえ。クッシュー、皆さんこんにちは、加藤です。はい、ということで、ね、今回はスカーズが好きな人たち、まあ、いわゆるスカーズのヘッズたちにね向けた動画になると思うんですけど、冒頭のラップね似てないと思うんですけど、僕の大好きなスティッキーさんのねちょっとラップをモノマネをやらせてもらいました。はい、まあ似てないんですけど、基本的にスティッキーさんのモノマネをいつもやってますでね、今回英作さんとねなんにやってほしいことみたいなことをちょっと皆さんにですね聞いていきたいなと思うんだけど、というのも英作さんちょっと出張してきてね最近電話してて、で英作さんに僕が人生相談とかやってくれませんかみたいな感じでちょっと相談してたんですよ。というのももちろん英作さんラッパーとしてね曲も出してほしいなって、ガンガン出してほしいなっていうのは、まあ、ファン目線でねヘッズ目線としてはあると思うんだけど、あとはクローズっていうのかな、服とか、まあ、そっちもそうなんだけど、なんかね新しい感じで人生相談とかやってみてほしいなと思ったんですよ。というのも英作さんとね電話とかで話させてもらったり、まあ、ニューヨーク来た時とかいろいろ話してもらうとですね、結構やっぱインスピレーションを僕受けるんですよ。ラッパーってすげえなみたいな、なるほどみたいな感じで、割と何て言うのかな、割とっていうかものすごい影響を受けるんですよ僕はね。だから多分スカーズ好きな人もやっぱラッパーの言葉って影響を受けてヒップホップが好きだと思うんで、なんかそういうなんか英作さんのさ人生相談とかやってみませんか、やってくれませんかみたいな感じで、俺でこの前昨日か電話で話したんですよ。で、ああまあいいかもねみたいな感じで英作さんおっしゃってくれたんで、まだ全然ね具体的な話には何にもなってないんだけど、もしねこの動画見てる人、ね、まあ英作さんとかスカーズのファンが人が結構見てると思うんだけど、まあ、英作さんにこんなんやってほしいみたいなのがあったら、またね今度英作さんと電話する時とかにちょっと、まあ、僕がいいなと思うものがあったらこのやってくれませんかみたいな感じで、まあ、お願いしてみようかなと思うんで、ぜひねちょっとコメント欄に書いてください。まあ、本当に今YouTube とかさ Instagram とかメディアがどんどん変わってきてて、面白いものもねどんどん生まれると思うんで、ヒップホップに限って言ってもだから、ぜひね皆さんでスカーズファンの皆さんでちょっとまあ欲しいものというか、こういうのがあったら嬉しいなみたいなものがあればぜひ教えてほしいなと思います。はい、今回は以上です。クッシュー。